こんにちは、篠田敦史です。今回はイヤートレーニング会です。前回までは141と151かの聞き取りやってましたが、今回じゃあそういう感じで、また違うねコード進行並びの聞き分けを2択にしようかな、やってこうかなと思います。今回は141っていうね2つ合わせたようなやつと1251、つまり今回は2個目が4なのか2個目が2なのかの区別をつけるっていう2択かな。どう違うかっていうと、1451、もう一回弾きます。1452にすると僕のまた感覚で言うと25の方がよりくっきりしてる、45の方がもうちょっとなんていうのかな、落ち着いてるというか平和に聞こえる。45の距離がもうちょっと近いというか、25の方がくっきり、ベースの音がさ現実的にちゃんとさ動くからさ、ちょっと1抜かした方が簡単かな、もしかしてね。それでやってみようか。251と451にしようか。最初の音だけじゃ、つまりそれで最初の音でもマイナーとメジャーが聞き取れたら、それで一応分かるっちゃ分かるんだけど、その全体聞いて、要はコードも結局その前後関係で聞こえ方あるからね、とりあえずその3つ聞いて、は結果的に最初2だったな4だったなっていう区別をつけられるといいのかなと思います。じゃあ試しにやってみましょう。1個目、251か451のどっちか。これは 451F のキーで弾きました。次行ってみます。今回は251、最初が暗く聞こえるよね。どうですか、暗く聞こえてるかな。これ Bmなんだけど、 A のキーで弾いてるから、251。次行ってみようか。これは251 G のキーで弾きました。暗く聞こえてるね、きっとね。もう一個やってみようか。これは451。慣れてきたかな。今 E フラットのキーで弾きました。あとはなんかこうよりポップスで聴きそうな方とか思ってもいいかもね。聞き覚えがあるのが45みたいな、でもいいかもしれないね。という感じで、じゃあね、前回から変わって今回からはじゃあ451と251の聞き取りでやるっていう風に、じゃあ次回は問題編としてやっていこうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。